数種類の麺が入ったナムヤオ。タイ、テイサバアンナコーンチエンラアイナムヤオ、またはナムニャオ、ナムギャオは東南アジア、主にタイ王国北部地域の麺料理である。ミャンマーの北東地域、中国南西地域の雲南省、タイ北部の主に名本騒音圏に暮らすシャン族の料理で減塩を伴うヌードルスープとなっている。一般的には、この料理は、 タイの北部料理として知られており、香辛料の効いた、ピリリと辛い風味が、ナムヤオの特徴となる。ナムヤオに使われる麺としては、カノムジーンが一般的である。また、クアイティオや、その他の麺が使われることもある。牛肉か豚肉がメインの食材となり、ルアット呼ばれる鳥あるいは豚の血の塊が用いられる、場合もある。トマトが料理に酸味を与え、 そこにカリカリに炒めた唐辛子とニンニクが加えられる。アクセントとして、台北部でよく、用いられる、トゥアナオが加えられたり、あるいはその代用として、シュリンプペーストが用いられる場合もある。ナムヤオにはしばしば口直しのケップムーが添えられる。ナムヤオという名称の由来には二つの説がある。一つはタイ語でキワタを意味する、ニヨに由来するというもの。 乾燥させた木綿の花の芯は調味料としてよくスープに使われる。もう一つ由来とされている語はニヤオであり、これは大北部においてシャンジンに対して使われる別称である。ナムヤオはもともとはシャン州の料理であるが、シャン州のみならず、プレーケンなど、大北部では一般的な料理となっている。また、ランナー地域では縁起物とされ、 しばしば宴会や祝いの席で提供される。ありがとうございます。